杉山農場です。23日にビート取りに来るんで、ビートの山のテントをはぐろうと思ってね、今ねタイヤを片付けてます。杉山農場、はあ、やっとね営農計画書もね出して終わってね、来年も営農できそうです。はあ、OK もらいました。はあ、よかった。でね、12日なんですけど、北見の青年部の、西地区の青年部さんとちょっと交流会をしてきました。もうみんなね動画見てくれてて、ちょっと招かれて交流会してきました。でお土産に白花豆のね甘納豆、 JA 北未来白花豆の甘納豆をもらいました。これね美味しそうですね。後でいただきます。で、じゃじゃーん、カステラもらいました。これも今日のおやついただきます。これね、めちゃくちゃね、植えるのも手植え、もう手間がかかる、もう全部手作業で、めちゃくちゃ大変みたいですね。めちゃくちゃ大変みたいだけど、お金になるみたい。あ、これ美味しい。これ美味しいね。これ皆さん、これ買ってください。JA 北未来。昨日ね、JA 北未来青年部。なんか水分が欲しいな。JA 北未来青年部 の、の西地区の皆さんとちょっと交流会してきました。ね、もう本当にね、もうみんなお土産をたくさん持ってきてくれる。みんなお土産本当にありがとうございます。今年はねピーナッツをもらったり、あ、さつまいももらいました。うちに来た人にさつまいももらったし、マリーポテトさん、マリーポテトさん、ありがとうございます。さつまいも、後で食べて動画撮ります。ありがとうございます、さつまいも。杉山農場。じゃじゃーん、ね。マリーポテトさんにもらったさつまいもです。これ、白いですね。これ、安納芋かな。これ、調理して食べます。キッチンペーパー濡らして巻いて、ポリ袋に入れて、レンジで200ワットで12分スタート。あ、まだ硬い、ダメだ。もうちょいとね、まだね結構硬いみたいなんで、もうちょっと、もう5分ぐらいやっちゃおうかな。お、落ちち、いい感じだな。おー、ホクホクでーす。うまっ。杉山農場。このまま、パレットフォークで。パレットフォークで。タイヤをすくっていきます。
喉が痛いです。ガラガラになってしまいました。めちゃくちゃ喉痛い。ちょっとね、水も飲むのもね、結構きついぐらい喉痛くて、12日に北見の青年部さん、北見、西地区のね、J 北未来青年部西地区の人たちに招かれて、公演を頼まれて、まあ公演ってことじゃないですけど、YouTube ファンの集いを開いてくれて、雑談会をしてもらいま、雑談会をしました。みんなね、質問たくさんあって、面白かったですね。初めてでね、すごいね、緊張したんですけど、めちゃくちゃ楽しかったです。本当にね、今年はたくさんいろんな人も来てくれたし、たくさん、質問も集まりで聞いてくれて、めちゃくちゃ面白かったです。で、この16日金曜日は、エンガルの農業司会に講演依頼を頼まれて、エンガルのメトロプラザに行ってきました。メトロプラザでね、また質問雑談会になって、でね、その時ね、風邪ひいたかな。日曜日に熱が出て、それで喉がもう痛くなって、もうやばいね、これ絶対コロナになったと思ったんですけど、月曜日に PCR 検査してもらって、でインフルエンザの検査もして、さインフルエンザもコロナもなってませんでした。まあただのね、風邪でした。風邪ひいただけでした。まあそういう部分では、まあちょっと安心できました。よかったです。で、エンガルに行って初めて知ったんですけど、エンガルってあれなんですね、ガンダムゆかりの地なんですね。知らなかったです。初めて知りました。ガンボー岩っていうのがあって、瀬戸瀬ダムっていうのがあって、そのダムの瀬戸瀬ダムのダムとガンボー岩のガンでガンダム、あ逆か、ガンボー岩のガンと瀬戸瀬ダムのダムでガンダムで、神湯の名前の由来も神湯別が神湯の名前の由来なんだそうです。初めて知りました。びっくりしました。で、お土産になんとガンプラをもらいました。ガンプラとかはもう本当に久しく作ってないですね。本当に昔なかなかね、ガンプラもね、買ってもらえなくてね、なかなか作ることなかったんですけど、最近ラジコンばっか作るので、ガンプラは全然作ってないですね。まだね、みんなに聞かれるんですけど、会う人に聞かれるんですけど、キャンター治ったんですか、どうなりましたか。キャンター何も連絡が来ない。多分ね、春まで春まで使わないんで、なんとかお願いしますって言ってあるんですけど、まだ部品待ちで部品出てこないんですね。多分、いや、治らない可能性の方が高いです。もう誰か200万ぐらいで四駆の2トン車ワイド2トンワイドのファーム、誰かもしね、誰か譲ってくれる人いたら連絡ください。誰かもうやめるからぜひ使ってくださいとか人いたら連絡ください。2トンワイドの4駆、キャンターでもエルフでも車種は問いません。
連絡できれば、アルミアオリだったら嬉しいな。連絡ください。杉山農場。